ジャパンアカデミーオブミュージック通称ジャム。低迷する音楽産業に活を入れようと大手レコード会社と国が共同で設立した音楽教育高等学校。この物語はそのジャムに入学した少年小田久志と少女天原麻耶の成長譚である。別冊少年マガジン連載作品富士急スピンオフ小田急。こんなもんかな。もうこんな時間か。遅いな天原。おっすーじゃねえよ。約束の時間過ぎてるぞ。ロックスターを志す者が何細かいこと言ってる。ロックたるもの約束なんて気にするな。むしろ破れ。いやロックスターも社会の一員だからな。相変わらずつんまんない男だね小田急は。小田急言うな天原。俺の名前は小田久志だっての。いいじゃん小田急って読めるんだから。こいつは天原麻耶。俺がペアを組むことになった新入生だ。ここジャムでは入学してすぐにウェルカムコンベンションと呼ばれるいわゆる新入生歓迎ライブが開催される。俺たち新入生は学校から指定された相手とペアを組んでこのライブに出演しなければならないのだ。ところで俺たちは今この練習室で新歓ライブに向けての練習をするって話だったよな。そうだが。だよな。じゃあお前楽器はどうしたんだ。見当たらないけど。楽器？お前のキーボードだよ。ああ、あれはな、歌。歌？どういうことだよ。ああ、ところで小田急の好きな動物はなんだ。は？そうだな、ウサギかな。キモ。うわ、キモいって。おい、ああ、うるさいうるさい。お前の好きな動物なんてどうでもいい。好きにするがいいさ。ウサギをめでてウサギと結婚しろ。そして死ね死ね。ひでえ。マヤはな、馬が好きだ。なぜ好きかって早いからだ。そして食べてもうまい。動物としての評価と食べ物としてのそれが同列に語られててあれだが、まあそうだな。マヤは馬が好き、そして馬刺しはもっと好きだ。な、つまりなんだ、楽器を売った金で馬刺しを食ったと。いや、競馬で吸った。泣いてもいいかな俺。ということでマヤのキーボードはもうないんだ。ないんだって。どうすんだよ新刊ライブ。ここは音楽学校だぞ。成績にもろに影響するライブなんだぞ。落ち着け。確かにマヤは競馬で吸ったが、そもそもあのキーボードは売るつもりだったんだ。何？じゃどうやってライブに出るつもりだったんだ。あ、歌か。もしかして歌えるのか天原。なんでマヤが歌わなきゃならんのだ。お前がキーボード売ったからだよ。マヤはな、気づいたんだ。何事もルーツ、根っこの部分が重要だと。小田急だってオールドロックを一通り通ってはいるだろう。おう、まあな。ほらな。だがしかしマヤはどうだ。確かにピアノをかじってはいるが、果たしてそれがマヤにとってのルーツミュージックだと言えるのか。いや、言えない。言えるわけがない。だって魂が違うと言ってるもの。言ってるもの。わかったわかったよ。で、何なんだよお前のルーツって。聞きたいか。そうか、しょうがないな。教えてやろう。あ、教えてやろう。じゃじゃーん、テルミン。なんだテルミンって。テルミンとは1919年にロシアの発明家レフ・セルゲイエビチ・テルミンが発明した世界初の電子楽器である。かっこウィキペディアより。かっこ閉じる。ウィキかよ。まあいいや、楽器があるなら何でも。で、そのテルミンってのはどこにあるんだ。さっき出したじゃん、じゃじゃーんって。お前が出したの雑誌じゃん。だからその雑誌よく見てみろ。なに、大人の科学ボリューム17付録、組み立て式ミニテルミンで作るの。安心しろ、ちゃんとお前の分もあるぞ。俺もテルミン弾くの。次回小田急テルミンを作る。